ウィリアム・トマス・ベックフォードウィリアム・トマス・ベックフォードは、イギリスの作家、美術評論家、気候家、美術品、気候本収集家、パトロン、政治家。音楽の才能に恵まれており、声楽家、ダンサー、ピアニストとしても活躍した時期がある。ウィルトシャー州、フォントヒルの邸宅に生まれる。父、ウィリアム・ベックフォードは、ホイック島の大建物で、二度にわたって、 ロンドン市長を務め、当時のロンドンにおける最大の富豪の一人だった。母マラヤは、スチュアート家の末裔である。名付け親は、チャタム博、ウィリアム・ピット。ベックフォード一族は本来は、グロスター・シャーの出だった。幼児に、ラテン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語の個人教授を受ける。5歳の時、当時9歳のモーツァルトを家庭教師として招き、ピアノを習う。 フィガロの結婚の中の有名なアリア、もう飛ぶまいぞ。この町長は、もともと自分が作った曲で、後年モーツァルトが貸してほしいと言ってきたから、貸してやったのだとベックフォードは自慢していたが、事実とは考えられていない。この他、建築家さ、ウィリアム・チェンバーズに建築を学んだ。10歳の時に、リューマチネツで、父が死去した。16歳の時スイスのジュネーブに留学し、 法学、哲学、物理学、園芸学を収め、フランス語とイタリア語に熟達する。さらに、千代人世物語の世界に憧れて、アラビア語、スペイン語、ポルトガル語を習得する。ボルテールとも交流した。1781年、成人に伴って、豪富の莫大な遺産を相続。遺産の内訳は、100万から150万ポンドの現金や、 コントヒルの辞書、ジャマイカにある複数の砂糖キビ農場だった。農場からは年に7万から10万ポンドの利益が黙っていても入ってきた。これらの資産によって、属性の労働から解放され、高級市民人として、執筆、芸術、建築に端的した。バイロンからは、イングランドで最も豊かな御蔵氏と戦望された。イギリスの名門指定のご多分に漏れず、彼も、 また大陸巡遊旅行に出発し、1782年にイタリアを旅すると、直ちにイタリア気候を表した。1783年のドリームス、ウェイキングソーツインシデンツがそれである。ベックフォードは両性愛者であり、19歳の時には、当時10歳の重帝ウィリアム・コートネイと同性愛関係を結んでいた。病をて帰してからコートネとの関係が一部で、 取りざ汰たされるようになったため、評判を守る必要に迫られて、1783年5月5日、第4代アボイン伯爵の令嬢をマーガレット・ゴードンと結婚した。しかしその一方で、コートネートの条項は継続したため、1784年には、少年との同性愛行為の罪で起訴された。いわゆるパウダーラムスキャンダルである。裁判では、証拠不十分につき無罪となったが、 1785年、彼は妻子を連れて、スイスに移住した。1786年5月、妻は次女を出産後に、三直熱で隠しした。同年、彼の代表作となったゴシック小説、バセック・バサックをフランス語で執筆した。机に向かったまま席を立つことなく3日と2番で、書き上げたと彼は常々自慢していたが、事実だったかどうかは疑問が持たれている。 バセック自体は傑作であり、ゴシック文学史上の金字塔として歴史に名を刻んでいるが、神を恐れぬ冒涜的な内容は当時大きなスキャンダルとなった。ムスリムのカリフを主人公としたこの異教的な物語には彼の東用趣味が遺憾なく発揮されている。他の著作に風刺的作品、非凡な画家たちの階層、メモワーズ・オブ・エクストラオーディナリー・ペインターズや風景や 風俗の描写に優れた気候文、イタリアからの手紙、スペインとポルトガルの素描をレターズ、フロムイタリーウィズスケッチーズオブスペインポルトガルがある。1793年に彼はポルトガルを訪れ、しばらく居住していた。しかし、彼は文人としてというよりも、むしろ風変わりな建築教や収集教として知られていた。自らの道楽に資するため、 年に10万ポンドの大金を注ぎ込み、亡くなった時にはわずか8万ポンドしか残っていなかった。フォントヒル総印記英語、1793年、自らの辞書の周りに高さ12フィート長さ7マイルの壁を築き、壁の上には鉄の棘を立てて侵入者を完璧に締め出した。1796年から建築家、ジェームズ・ワイアットに依頼して高層なゴシック様式の 創意を立てさせ始めた。五百人の妊婦を雇い、昼夜交代制で一日二十四時間にわたって工事を進めた。後には能率を上げるために四百五十人を追加した。最初に完成したのは二百七十五フィートに及ぶ高さの塔だったが、千七百九十七年に倒壊した。崩れ落ちるのを自分の目で見られなかったのが残念だと彼は言った。この塔は再建されたが、 1800年5月に再び倒壊した。この塔が1807年に再建されると、そこに自らの蔵書や美術収集品を収めた。彼は歴史家エドワード・ギボンの全蔵書を購入して、自らのコレクションの石としていた。ベックフォード自身も総院に独居し、人間嫌いの奇人として噂になった。このホントヒル総院が春光を占したのは、 1813年のことだった。彼はまた、イングランドにおける、同性愛スキャンダルの資料を大量に収集していた。自らの羊を大変誇りにして、家系図を詳細に研究した彼の調査によると、1631年に、英国史上初めて、ソドム行為で処刑された第二代カッスルヘイブン伯爵、マービン・チューシェットは、彼の直系の祖先である。 1784年から1793年まで、ついで1806年から1820年まで、会議員として国会に出たが、議会では何も発言しなかった。その他はもっぱらト遁生活を送り、父の遺産を供与する一方で、自ら資産を増やすことはしなかった。1822年には、 ジャマイカに所有していた農園のうち2カ所が収容されて、しまったため財政難に陥り、フォントヒルの総員を33万ポンドで、弾薬商ジョン・ファークワーに売却しなければならなかった。ベックフォード自身はこれ以降サマセット州、バースのランズダウンヒルに転居し、建築家ヘンリー・グッドリッチに依頼して、1827年、巨大なランズダウン島を作らせた。これは、 現在、ベックフォード島と呼ばれ、観光名所になっている。作家出身で後に、英国首相となったベンジャミン・ディズレーリの貢献人でも、あった。ディズレーリの小説、アルロイの素晴らしい物語ザ・ワンダラス・テール・オブ・アルロイは、バセックの影響が濃厚である。バイロンの、異端者、ユイス・マンスの、坂島、ジョージ・メレディスの、シャグパッドの毛剃り、さらに、マラルメやスウィンバーンの試作品も、 バセックの影響を受けている。1844年5月2日、ランズダウンクレゼントの辞典で死去。84歳。亡きは、ランズダウン島の辞書に葬られたが、後に墓地へ改装された。二人の娘がおり、長女は、第10代ハミルトン公爵アレクサンダー・ハミルトンに、嫁いだ。グレース・ケリーとの結婚で有名なモナコのレーニエ3世は、直系の子孫にあたる。 ありがとうございます。